ブッダガヤの大菩提寺の菩提樹、ゴータマブッダの菩提樹は、仏教の階祖であるゴータマブッダがその木の根元に、座って、悟りを得た菩提樹とその差し木による子孫である。菩提樹の名前は、パーリ語及び、サンスクリット語の、ブードという語根に由来し、覚醒する、転じて知り尽くす、または、完全に理解するという意味を持つ。動詞語根である、ブードが、仏教関連では、 名詞形のボーディーとしてブッダの悟りを示す。そのため、下に座って悟りを得たとされる木がボーディーの木と知られるようになった。日本語での母大樹は中国でボーディーの恩赦となる母大、また、ボーディーの木が母大樹となり、日本語で取り入れられた。英語のボーディーツリーはは新ラ語で経由である同様な語源だが、しばしばボツリーと省略されることもある。 現在のインドのビハール州のブッダガヤにあったが、5世紀頃のインドにおける仏教の弾圧により木は切られた。しかし、菩提ュは刺し木により強く育つので、各地に同じ木の枝から育った子孫が移植された。近年になって、スリランカのアヌラーダプラにあった初代の菩提ュから、育てられた三代目のゴータマブッダの菩提ュが、ブッダガヤの大菩提ュに植えられている。 仏教の弾圧があったと思われる北インドの町、カジュラー法では、現在は、菩提樹は、ヒンドゥー教の神である芝の木と呼ばれており、仏陀の木はガジュマルを指す。なぜ仏陀の木がガジュマルを指すようになったかについては、以下の説が考えられる。ゴータマブッダの菩提樹が切られないように、仏教徒が偽の情報を流した。隠れた仏教徒が、ヒンドゥー教の芝を崇拝するふりをして、 菩提樹の崇拝を続けた。ヒンドゥー教が仏教の崇拝物を乗っ取った。仏教からヒンドゥー教に改収した後も仏田の木を芝の木として崇拝することを許した。偽の情報を流して仏教徒にガジュマルを崇拝させようとした。もともと仏田の木は菩提樹ではなくガジュマルであった。ありがとうございます。